24時間テレビが行われます。日テレではですね、何でしたっけ、元自衛官とかいうですね、ヤスコとかいうね、なんかマラソンする、24時間マラソンするっていうことでね、まあ本当に何のダイエット企画か知りませんけれども、バカじゃねえの？もう24時間テレビっていうのがそもそもチャリティーになってないんです。チャリティーというのは、チャリティー番組に出演する人間、あるいはスタッフも含めて、そのね、番組を放送した、放送に関わった人間全員給料をもらってないんですよ。給料をもらわない。これ当たり前の話なんですよ。ギャラをもらわないのも当たり前の話なんですよ。でも日本の場合にはですね、この24時間マラソンっていうのでですね、500万ぐらいのね、ギャラが降りるそうでしてですね。だって出てくる人間みんなね、ギャラもらってるわけでしょ。しかもその24時間テレビでやってくれたのが、寄付金のね、みんながね、こうやってじゃあ24時間テレビ、障害者のためにってね、寄付してる。障害者のためにって私に寄付せえやっていう話ですよね。24時間テレビ来ないよ、うちに。どうなってるんだいというですね。あんまり頭に来たんだよ。この間ね、日テレ前でですね、抗議活動やってきたんですけどもね。障害者をバカにしてるんですよ。事前募金でね、セブンイレブンとかあっちの方にね、置いてあるですね、24時間テレビの募金にですね、ほとんどの人が募金しない、本当にね、激減しているということで、ざまあみろですけどもね、それでもまだね、寄付する人がいるっていうのがね、これがね、私には信じられないんですけどもね、こいつら使い込みやったんですよ、日テレは。使い込みやって、で、分かってるだけで10年間で1100万円。で、実際にはね、こんな額じゃないはずなんですよ。で、その金をギャンブルに使ってたって言うんですよね。バカじゃねえかっていうですね。で、これね、まあこういったね、下道の日テレですよね。まあ例のね、セクシー田中さん問題もあってね。漫画家の意向に逆らってですね、勝手にドラマを作ってですね。ほんで、それを苦にしたですね、漫画家が首を吊る、まあ身投げでしたけどね。まあこうやって身投げをしてですね、命をね、こう絶つというですね、とんでもないことも起きてるわけですよね。日本のメディアってどうなってるんだというですね。今はね、皆さんの力でね、抗議の声を上げてくださいね。桜井上げましたからね。桜井はね、日テレ前でね、毒蜜さーんって言ってですね、やりましたんでね。一人一人がね、日テレに対して、世の不条理に対して抗議の声を上げていけば世の中ね、変わるきっかけぐらいにはなるんですよ。特にね、今回ね、24時間テレビのスポンサーについてるところですね。スポンサーに対してですね、こんな反社勢力の日テレに協力するんかいっていうことでね。まあぜひ皆さんね、やってくださいな。目の前に日テレがあるということで、ようやくゴールをいたしました。本当にですね、この障害者をですね、ボケにする番組ですけれどもね、今日はですね、この桜井がですね、東京ドームから走ってきまして、こちらを用意いたしました。スタジオの徳光さん見てますか？徳光さん、募金詐欺やってまいりました。あとですね、セクシー田中さん問題ですね。セクシー田中さん問題もやってます。それから大谷翔平問題もやっております。このようにですね、全国各地から集めたこの募金詐欺ですね、私ですね、全国から集めてまいりました。もうこれをですね、元手にですね、徳光さんと一緒にですね、競馬を楽しもうかと思っております。ありがとうございました。日本テレビに対する抗議外線を行わさせていただきます。この日本テレビですね、24時間テレビというふざけた番組をやっております。この番組ですね、つい先日皆さんが一生懸命貯めて、子供の自分にね、24時間テレビ、そこでですね、こう貯金箱をね、こうなんていうの、日本テレビがやってるですね、会場に届ける、そういうね、可愛らしいお子さんもたくさんいたでしょう。この金、1000万をギャンブルに使ってたって言うんですよ。やめてよ。こんなとんでもない番組をこの日テレがやってたんですよ。皆さん、これ許せます？許せないに決まってるでしょうが、これだけ大勢の人がね、日テレ前で日テレの24時間テレビやめろって言ってるわけですからね。で、愛は地球を救う、救うわけねえだろ、このバッと言うんですね。金が日テレを救うんです。1000万もの金を、実際にはもっとでしょうけどね、1000万もの金をですね、着服し、で、それ着服しただけじゃなくて、ギャンブルに使ったって、頭おかしいんかい、日テレ。こういうですね、ふざけたテレビ局が日本には存在してるんです。だから今日、桜井ね、ここに来させていただきました。
皆さんが寄付した募金というのは、これね、税務申告ないんです。税務申告かからないんです。それはそうですから。誰がいくら預けたのか分かるわけないですからね。で、その寄付はあくまでもですけれども、日テレが善意でね、例えばその障害者団体、そういったところに寄付をするということで成り立っているんです。でもそのね、期待を裏切る、その多くの人たちの期待を裏切った日テレですから。であるならね、番組を直ちにやめるべきなんですよ。裏金問題でどうたらこうたらって日テレ言えないだろうよ。それ言うんだったら、まずてめえのところのこの寄付金詐欺について堂々と報道せえや、この方が。